業者の方が、このお布団いかがですかと言って新品を持ってきた。えらく安かったと。えらい安いねと。1枚サンプルで送ってと。送ってもらったやつなんですよね。自分自身の取引先さんに皆さん言ってるのは、やはりあまり安いもう布団は気をつけなあかんよと伝えたんで、ちょっと中を見てみようと思って、開けたらしいね。開けてみたら、あれこれ新品だよねと。表示見たら、ダウン85の15 1.4 キロって書いてあるけど、でその中身開けてびっくり、こんな物が入ってるな。こんな物がね、でこの羽毛って、小林さん、この羽毛って中古の羽毛、要は一旦人が使ったやつを何らかの形で洗って、まあ、言ったら新品の羽毛じゃないんじゃないかということで、これって詐欺やん。